表参道にてバストアップサロンをしております。残念おっぱいをナイスおっぱいに変える夢セラピストのクッキアンです。こちらのチャンネルでは私の A から F カップまでバストアップした経験と1万5000人のサロンの施術実績をもとに確かなバストアップ情報をお届けしております。今回こちらの動画でお届けするのが足のアーチを復活させて美胸に導くおっぱい整体でございます。詳しいやり方をお伝えしていく前に効果を高めるためにもなんで足が重要なのかお伝えしていきますね。綺麗なお胸を育てていくためにはしなやかな肋骨を手に入れていく必要があるんですけれども、そのためには肋骨だけをきれいにするっていうのはなかなか難しくって、足元からね体を整えていくと綺麗なお胸を作りやすくなりますので足元を整えていくっていうことをしています。私たちの体にはだいたい200個近くの骨があるんですけれども、片足で28個骨があるんですけれども、4分の1近くが足に骨が集中しているっていうことなんですね。それはどういうことかっていうと、それだけ繊細な動きをしたりですとか、あとは私たちの体重を支え負担がかからないように衝撃を分散するっていう役割があるから骨がたくさん集まってできているんですね。なかなかね足の使い方って人に教わらないので、皆さんねいろんな足の癖が出ていて歪みが生じてしまっています。分かりやすいので言えば足裏をね見た時に角質とかタコとかそういったものないですかね。靴のすり減りがあったりしませんかね。足がかかと側重心になっていたりつま先重心になっていたり外側重心内側重心に偏っている方いませんか。土踏まずがなく足裏扁平足になっている方いませんでしょうか。足の甲が高くなってハイアーチになっている方いませんか。左右で足の形が異なってたり外反母趾になっていたりしませんか。だいたい日本人の約7割近くが扁平足だと言われています。2割ぐらいの方がハイアーチ、甲が高い状態となっています。正常な足の人っていうのはだいたい残りの1割ぐらいしかいないというふうに言われているんですね。なのでほとんどの方も足に歪みがあるって思っていただいて大丈夫です。しっかりした足元を作っていくために3つのアーチを強化していきたいと思います。親指と小指側を結んだところ、親指とかかとを結んだところ、小指とかかとを結んだところ、そこを結んだ三角形でうまく体重を分散して歩けてれば OK です。横のアーチを復活させるのと足の準備体操をするために足を雑巾絞りにしていきます。せっかく椅子用意したのにここだと撮影が出ないというやばい汚い、よいしょ、はい、気を取り直していきますよ。椅子に座っていただいても床に座った状態で行っても大丈夫です。でまず横のアーチを作っていきたいので左足から今やっていきますが、左手を足の甲側から捉えて反対側の右手をかかと側掴みます。それでこういう感じにひねっていきます。両サイドを潰すようにギュッと持ってひねっていきます。グッと持った状態でひねっていく、こんな感じですね。少し場所を移動しながらやってください。こんな感じですね。だいたい1分ぐらいかけてしっかりと揉んでいきます。次に、足の指の下の部分に膨らみがあると思うんですけど、そのポコッとしたところの下らへん、膨らみが終わった下の部分ですね、足の横幅でいうと真ん中らへんに親指を当てます。親指をぐーっと押し込みながらこういう風に足の両端を引いてきます。板を割るようにっていうんですかね、こんな感じですね。10回ほどほぐしてください。これで横のアーチを作っていきます。次に、足を動かしてこの足の内側と外側のアーチを作っていきます。座ってやっていきます。親指と小指を交互に上げていきます。まず4本指を地味、動画地味で分かりづらい、4本指を上げてます。今度親指をグッと上げてます。4本指上げて親指上げて4本指上げて親指上げて、すごく地味な図なんですけどお分かりいただけますでしょうか。親指4本指と
順番に上げることで足の両サイド内側と外側のアーチをこれで作っていきます。1分間ぐらいですね、やるようにしてください。足がつらないように気をつけてくださいね。これに慣れてきたら次に立った状態で行います。立つと難しいです。4本指親指4本指親指こんな感じですね。はい、どうでしたでしょうか。すごく地味な動きなんですけれども、足指がね、使えない方というのは初めてやれないと思います。どう頑張っても足が動かないよっていう方はちょっと指をグーパーグーパー動かすところから始めてみてください。グーパーグーパー動かすことができるようになったら、こちらの今お伝えした体操をしていただくといいですね。この体操ができるようになると足の形が変わってきます。足裏の角質も減ったかなっていうのも見ていただくといいですね。こちらの体操をして併用していただきたいのが足裏スタンプ、足首ドスン、こちらも合わせて行っていただくと足が整うスピードがアップしますので、ぜひともお試しください。ふくらはぎがね、ほっそりしたり足痩せ効果もありますので、鏡でチェックしながら楽しみながらやってみてください。動画が参考になったよという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画がね、新しく配信された時お知らせがいきますので、そちらもプチッとお願いいたします。ホームページからは無料で登録できるメールマガジン配信しておりますので、登録がまだの方はそちらもお願いいたします。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱい、バイバーイ。こちら編集後期ですね。お買い物の照明の使用してみてどうだったかっていうレビューの動画もちょっと撮ってるんですけれども、この動画とあと背骨をねじる体操がその照明を使用して撮影してるんですけど、どうですかね、ちょっと綺麗な写りになってますかね。照明一つでだいぶ変わるんだなって実感しております。すごいおすすめです。ちょっとね、1点使い勝手が悪いなって思うのが、ちょっと低めに設定できないのが今回苦労してますね。もっと下に下がれば皆さんに見えやすい状態でお届けできたのにって感じですね。 YouTube 撮影とか、あとは Zoom オンラインです。